大和神社は東京都足立区で地元花畑地区のうぶすながみとされる神社で花畑大和神社とも称される門前市は各地で行われる鳥の市の発祥と言われており総本社は大鳥大社とされる江戸名所図絵に掲載されている古木や巨木に囲まれた静かな環境の中にあり四季折々に様々な植物や昆虫、野鳥などが見られる 普段は静寂であるが、正月の初詣で、11月の753などの時期は参拝客でにぎわう。また、鳥の市の夜には花火が打ち上げられる。この神社の創建は、法事年間とされる。平安時代後期の武将源義光が、御三年の役の折、兄の源の義家を助けるため、東北地方へ向かう途中。 この地で戦勝を祈願した際に見かけた和紙を祀ったのが、この神社の縁起であるという。古くは、和紙明神と称されていたが、明治以降和紙神社と改められ、後、大和紙神社を正式名称とした。ちなみに、明治初年に、初めて地盤が施行された、際、東神社は、花、またむらはじめ番地となった。現在の祭神日本穂高は明治以降に、 祭人とされた神で、当神社に関する江戸時代の知史には一切現れない。実質的な祭人は、源の義光と考えられ、佐竹氏はじめ、義光の光栄を称する大名や武家に崇敬された。ありがとうございます。